パンツない。そうそうそう。履いてない。履いてない。履いてない。うん。じゃあ行くよ。まあ皆さん私だし巻き卵まだ練習中だからあんまり判断しないでね。でイタリア人だから絶対にパン食べたいね。アイアートドットティアシスタント味噌汁の担当者です。おばあちゃん、はい、ラモン行こう。うん、行こう行こう。それパンツ一丁違うもん。あ、違う、パンツないよ。パンツない。そうそうそう。履いてない。履いてない。履いてない。うん、パンツ。あ、プッツのパンツ。パンツ履いてる。下手も上手もわからんわ。下手下手。果物やっぱ高いね。なんで。なんで。調理費3割あるから。じゃあおばあちゃん帰るよ。で、6時半に来る。お願いします。仕事してるじゃん。さ、さ、サラダ作ります。にんにん。おばあちゃん。はい。作った？味噌汁は作った。はじめ。おばあちゃん何してた、その足に。どうやって壊れた？なんでこんなことになってやろうって、怪我悪いや。自分が鬱で切った。他のもんもな、うん、このお足が返さやから下に あるいうことが思わなかったんやろ、もうね。あな、ワラペティート。イタリア語でいただきます。オナプチスト。いただきます。そんなことよ、押した思ってな。ブルーどこ歩いやで。階段の下のところ今、うん、だって今直したらおばあちゃんすぐ嬉しくなるから。わかる。手が減っといてもてな、うん。おばあちゃん、ゆっくりしたら使えると思う。いやいやいや、そんなことない。これ、私が死んだら、うん、あの、おかんの中入れてくれる？うん、そんなじゃん。いや、おばあちゃん、おいしそうに食べるな。おばあちゃん、幸せになったから、今食べる。そう、そうね、まあ、分かる。そう、今日は私の普通な一日動画にしてみました。おいしい食べ物を食べて健康な生活をするのは最高と思います。見てくれてありがとうございました。それでは次の動画へ、バイバイ。上手上手。
and please don't forget to subscribe to our channel.